皆さん、入社おめでとうございます。昨年は新型コロナウイルスによる感染拡大の影響で、残念ながら入社式をすることができませんでした。今年もギリギリまで悩みましたが、オンラインという新しい形で実施することができましたので、昨年お話しできなかった入社2年目の皆さんに向けても、私の思いをお伝えしたいと思います。これまでの入社式で私が必ずお話してきたことがあります。それは、とにかく3年間がむしゃらに働いてほしいということと、車を好きになってほしいということです。皆さんにも同じ言葉を送りたいと思います。私が社長に就任してから入社された方は2万2000人。全従業員の4人に1人が私の言葉を胸にトヨタでの人生をスタートされたことになります。ただ、非常に残念なことに、そのうち約1割の方がすでにトヨタを退社されております。私は社長としてこの事実を重く受け止めております。特に若いうちに退社を決めた理由の一つにデジタル化の遅れがあります。今のトヨタには情報を持っている人が偉いという風潮があり、情報が共有されず一部の人だけのものになっているという実態があります。この現実を変えるためにもデジタルネイティブ世代がリーダーとなり、この3年間でデジタル化を一気に進め、世界のトップレベルまで持っていきたいと思います。そうすることで、必要な人が必要な時に必要な情報を入手できるようにし、みんなが同じ方向を向いて仕事に打ち込める環境を作りたいと思っております。そしてもう一つ、自動車産業550万人の仲間と共に取り組むテーマがカーボンニュートラルです。その実現にはイノベーションが不可欠です。私はイノベーションは多様性の中から生まれると考えております。本日ご参加の皆さんはこれまでの経験もキャリアも一人一人異なります。多様な考え方や個性を大切にして、イノベーションの原動力になってほしいと思っております。皆さんの中には、人生の節目をコロナ禍で迎えたことについて、運が悪い、なぜ自分たちが、と思っている人もいるかもしれません。でも、皆さんが積み上げてきた経験は必ず役に立ちます。過ごしてきた日々に、ぜひ自信を持ってほしいと思います。これから職場に入れば仕事の厳しさや悩み、苦しむこともあると思います。私自身がそうでした。キャリア入社でトヨタに入り、理不尽な状況に苦しんだこともあれば、自分の力のなさを実感し、挫折したことも一度や二度ではありません。それでも何とかやってこれたのは、トヨタが好きで車が好きだという気持ちが消えなかったことと、辛い時こそ寄り添ってくれた上司同僚友人がいたからです。私は挫折を経験するたびに人は成長し、優しくまた強くなれるとも思っております。新卒の皆さん、挫折を恐れないでください。キャリア入社の皆さん、他の会社での経験というトヨタと比べるものがあることを強みにしてください。そして皆さん、困った時に頼りにできる友人や仲間を大切にしてください。上司の方々は職場の一人一人に寄り添い、その成長と活躍を自分自身の喜びにしてください。そのためにも
業務を付与するときには十分な情報共有をして、仕事の目的、納期、優先順位を明確にしてあげてください。全員が仕事の意味を腹に落として働ける職場づくりをお願いいたしたいと思います。今は変化が激しい時代ですので、新入社員の皆さんはもちろん、上司や先輩もいろいろと迷う場面が出てくると思います。そんな時は一つの拠り所として、静観ではなく行動を、沈黙ではなく発言を、説得ではなく共感を、利己ではなく利他を優先してほしいと思います。そして失敗をした時には、絶対に隠したりごまかしたり嘘をついたりしないこと、立ち止まって全員参加で現地現物で死因を突き止め、対策を取り改善をする、これがトヨタの行動規範であり、創業期から受け継いできた DNA でもあります。トヨタという会社は、日本の未来のために自動車産業を起こそうという豊田喜一郎や創業メンバーの志から生まれました。創業メンバーは苦労の連続で、何もいいところを見ておりません。いいところばかりを見させてもらっている現役の私たちが、リスクリスクと言って何も挑戦しなければ、先人にも後進にも合わせる顔がありません。継承者こそ挑戦者でなければならない。皆さんもこの思いを胸に刻んでほしいと思います。最後に少し視点を変えてみたいと思います。皆さん、窓の外を見てください。満開の桜が見えませんか？私がいるのは自然豊かな場所ですので、耳を澄ませば鳥のさえずりも聞こえます。人間以外の生き物はコロナがあってもこれまで通りに暮らしています。右往左往しているのは人間だけかもしれません。人間が主人公だと思っている地球という劇場の見方を変えてみるいい機会だと思います。皆さんもこうした視点で世の中を見るようにしてください。未来のために、地球のために、私たちがやるべきことはたくさんあります。これから一緒に頑張ってまいりましょう。改めまして、入社おめでとうございます。でもせっかくの機会だからどうぞね。社長になられるにあたっていろいろな苦労をされてると思うんですけど、うん、一番大変だったことをちょっと聞かせてもらいたいなと思います。社長になりたいんだ。任命した時一番プレッシャーを感じたのはね、あのね、会社なんか特にこういう大企業ね、所詮ね、あの社長が一人変わったところでね、どうということはないよ、ね、だけど社長の器でね、器で会社全体のその器が決まっちゃうんだってある人に言われた。でそれがね、もう僕はね、とんでもなく不安というかね、そこで自分のちっぽけさを感じたしね、50過ぎてる自分がね、こっからさらにね、自分の器をね、大きくするなんてことはどうやってやればいいんだろうと、そこで思い切ったのはね、社長になったなんて思ってるからプレッシャーを感じるんだって ね。1年たりともね、平穏無事な年じゃないんですよね、社長になってから。大変ですね。毎年なんか
それで最初は赤字で引きずったし、すぐアメリカの公聴会というのを呼ばれたし、そこでねはっきりしたのが、自分自身は社長である前に責任者なんだとね、一番の最終責任者であるね。そしていろんな回答のないものでもね、何か決断をするのが私の役割なんだというのをねものすごく感じました。だから多分ね、社長っていうとね、よくね偉い人っていうふうに思われるけど、偉いと思ったことは一度もないしね。だから社長になった時に自分の声から口から出てきた言葉は、現場に一番近い社長でいたいって言ったね。で今はね、やっぱりその偉い人だと言われるってことは、やっぱり社長っていうものは権力者だと思われてるわけね。でもその権力というかね、その力をどこに使うかなんだよ。努力してるけどなかなか報われない人もいるね、世の中ね。でそういう頑張ってる人たちがさ、なんか報われるところに自分のその影響力とかね、そういうものを使うにはこの肩書きはいいのかなとも思ってるから。それと結果僕十何年社長やってるよ。だけどね、僕の毎日毎日ってね、もう今日ね、今日その退任かなと思う毎日を続けてるだけな。そういう社長業だったね。社長になってすぐなんかすぐ退任を迫られるようなね、いろんなことが起こるでしょ。だからその度ごとにこの一瞬までまだ社長なんだからね、それをやっていくぞと、それで責任者としての発言行動はあるよねということをずっとやり続けた結果が今11年ってなってるだけの話でね。だからそこのところはね、何も安泰もしてないし、だからね、トヨタって会社はね、もうね、わざと思想でね、トヨタらしさを伝承していく会社だと思ってます。思想ってのは TPS ね。でここにもあるように、さ、これがさ、糸を通し、糸を横に通すやつね。でこれ縦に行くでしょね。それで昔はこういう織物機を作るにあたって、一つの機械に一人の人間、ワンマンワンマシーンだったね。それはなぜか、それは糸を補充しなきゃいけないし、それがいつになるかわからない、それから糸が切れるかもしれない。だからずっといわば見張り人という形でね、人が機械の前に立ちました。でそれを佐吉がやったのはね、じゃあ糸が切れたら止まるようにすればいいね、糸がなくなったら補充すればいいというのを、この機械はセンサーなしにやってます。これをほぼ小学校しか出てない佐吉少年が作ったんですよね。それともう一つはね、昔ね、こういう機織り機を作る場所っていうのは、綿が出るでしょ。綿が出てここで働いてる従業員の人たちはよく肺を壊したりしてましたね。でところがこの糸を通すときにね、このフッて吸わなきゃいけなかったね。でこんな綿ぼこりがいっぱいあるところで吸ったらね、やっぱりますます悪いね。それを解決したのが一つの特許なんですよ。でそこでね、我々が学ばなきゃいけないことはね、現地現物で現場に立って困りごとを直しているっていうのがね、トヨタの開発のやっぱり出発点にすべきなんじゃないのかなとね。それが人弁がついた自動化のね、ね、トヨタのその自動化の出発点なんですよね。だからそれが思想だと思うんです。そうです ね、思想だと思うんですよ。私たち新入社員は今から先さまざまな大きな困難など、その問題とかにも直面する場面が出てくると思いますが、そういった時にどういった心持ちでその問題や困難に立ち向かっていくかっていうのをちょっとご教示願いたいなと思います。困難ね、困難があってもまずびっくりしないことね。世の中ね、そう簡単にね、全てがうまくいかないと思うね。
だけどそのね、今までの人生ね、どういう人生ね過ごされてきたか知らないけどね、あの簡単にいかないこともあったでしょ、ね、ね、だけど諦めない自分があったから今があるんじゃないのね、こんなんあるよ、ね、あるから友人とか家族とかさね、あの頼りにならない上司もいるかもしれないけどさね、頼りになる上司もいるんだってね、それから頼りにならない部下もいるかもしれないけど頼りになる部下もいるんだよ、ね、だから全員がそうじゃないから、ね、全員がそうじゃないからぜひ自分自身がね、あの大したことじゃないなと思うさ、ね、そのいろいろあるのが楽しみだと思ってる、ね、なんて言いながら僕ってすごいネガな人間なんだよ、ね、ネガな人間なんだけど、あのだけどね、それでもね、それでも いろいろあるのが人生よと思って、 どうですか、そのあのね、やっぱり困難ってね、まあ僕はたくさんあったけど、まあとにかく何事もね、全力でね、一生懸命取り組むこと、ね、取り組んで結果がどうであれ、ね、僕はいつも腹の中でいつもそう思ったね、上司がね、お前もうちょっとなってな、期待したあんたが悪いと俺の力を抜けないあんたが悪いって僕は言う。いや僕はね、そうやってみんなにいつも言ってるのは、ね、自分が部下を使う時に一人一人のやっぱりね、知識や能力やね、もういろいろもうしっかりね見抜いて、でその人の力のちょっと上の目標を出してあげないと、一律に出しても無理だでしょ、無理無理、この人は簡単に何もせんでも到達して俺は偉いだろう、うん、俺はすごいだろう、この人はこんな努力しても行き着かんかもしれない、ね、だから僕は一人一人を見抜け、ね、一生懸命やるから、ね、やったらね、反省は僕はあんまり反省せんタイプで、ね、一生懸命やったからしょうがないじゃないって腹の中じゃいいのと、ね、でもこの彼一生懸命あそこもうちょっとやっとけばよかったと思うなら、ね、それはまあ反省だけど、ね、一生懸命全力でやったらね、だからあの本当にそういう困難もねいっぱいあるけど、そのためにね強くなるから、なんかあると、ああの時に比べたら自然とってこうなる。アスリート雇用で入社したんですけど、トヨタのアスリートに一番求めることって 何かっていうのを聞きたいです。運動部ってね40近くあるんじゃないの、トヨタね、ね、40ぐらいありますよ。運動のね旬というかね、あの一番いい時ってのはね、あの人生生きてる間のほんの一瞬なんですよ、ね、でところがその一瞬のためにさ、あの相当ね、ストイックな生活をしてるはず、そこで最大限のさパフォーマンスを出すために、でそうした時にそこにはその時集中できるようにね、できるようにやっぱりセカンドキャリア、サードキャリアとかね、はい現役選手終わったんだからはいさようならねという形じゃなくて、いわばその今度は指導者になろうとか、今度は教会の方に行ってね、少しその運動そのもののね、あのサポートしようとか、オリンピックを介してそういうね運動における社会貢献しようとかね、そういうねいろんなその、あのルートを作ってます、ね、だからあのスポーツというものはね、いわばなんていうかな、人材育成のねものすごくいいあのスタイルだと思うし、あの私自身がね、あのホッケーの全日本だったから、アスリートはねやっぱりね生き様だよ、生き様を見せなさいと、そういう中においてさ、その一瞬のさね中にものすごいものを凝縮させるんでしょ、はい、それが僕ね生き様なんだよ。ミスを恐れる、チャレンジするとかね、あの勝つとか負けるはその次、自分が到達したい世界にやるために何をしてるかというね、その生き様を見せてほしいなと思うね。ずっと女子ソフトのね顧問人ってみんなに言ったのはね、こんなイングランドで毎日練習やれてこういうね環境に置いていただいてることを本当に感謝しなきゃいかんよっていうことと、その恩返しは全力でね、プレーしたり一球一球一つ一つをね全力でやること、それを社員の人たちが見てね、あんなに頑張ってくれてる、ね、勇気や感動や、ね、元気をもらって、よし俺らはあの人を応援するぞ、で双方がそういう
感謝の気持ちでやるっていうのがまず大事でね、特にそういう人はね、人から見られてるわけで、そういう姿勢をね、やっぱり示してくれることが、まあ、大事かなと思います。はい、はい、ありがとうございました。